内が待機している。準備しろ。防衛線を通過できるよう白衛機砲部隊が待機している。集中攻撃を始めるわよ。何らかの防衛システムによって白衛機砲が処置された。突破できたのはわずかよ。くそ、強行突破だエージェント。やり直しは効かないからな。来てるようだ。入って出所を突き止めてくれ。システムだったらいいが、格納庫で積み荷目録を探せ。他に何を運んでたのか知りたい。アクセスポイントを検知。そのターミナルに繋いでみるんだ。転送完了。相当な量のデータだ。調べるのに数分はかかるぞ。敵の無線を傍受。ヒーローがいる。あの飛行機には近寄らせるな。絶対にだぞ。電柱が守ろうとしてるってことは何かあるな。飛行機を調べる。レーザーバック入って、俺はトムソンとカーターの様子を。アイザックのデータによると、レーザーバックはブラックタスクが持ち込んだ新しい移動性兵器のようだ。乗り物であることは確かだが、戦闘的な機能については不明だ。いずれにせよ吹っ飛ばさないとな。レーザーバックはまだ荷下ろしエリアにあるかもな。手荷物処理場からモールに向かえ。敵の無線を傍受。ウィーズルが応答しない。来ましたか。了解。全部隊戦闘に備えろ。
備えろ。あいつらどんな手を使ってくるかわからないからな。自動セキュリティシステムが起動中。まずいぞ。よくやった。次はレイザーバックを探して破壊しろ。ビークル指定 DDP-52 レイザーバック確認。ぶっ壊してやれエージェント。ブラックタスクの実験兵器を大量に破壊したな。チームを送って回収できるものは回収させる。有益な情報や機材があるはずだ。速やかな医療処置が必要です。